関数の極限についての最も重要な性質についてお話ししましょう。数列の極限に関しても出てきた話でありますが、挟み打ちっていう話です。テキスト06ページ4行目から下ですね。関数 fx と large gx、large hx、この3つの関数が与えられていて、私たちが本当に考えたいのは small fx って関数の極限なんですが、 この small fx が6行目のように large x と large hx で挟まれている。この式が全ての x について成り立つということを仮定するわけですね。そしてさらに7行目。x を α に限りなく近づけた時の極限値は gx についても hx についても存在して、それが β タという値に等しいということを仮定すると、この6行目と7行目から 8行目の結果が導かれる。X を α に近づくときの FX の極限値も β にならざるを得ない。つまり関数 FX が LargeGX と LargeHX でそれぞれ下と上から抑えられている。で、そのときに上と下のやつが β に収束するならば間に入っているものもまさにその値に収束するざるを得ないという極限値に関する性質です。で、これも厳密に証明するには 関数の極限値について厳密に定義する必要がありましてそれは大学に譲らなければなりませんが限りなく近づいていくっていう素朴な極限値に関するイメージそれに基づいてもこの性質が成り立つということを納得することは難しくないと思うんですね。少し理論的に難しいことを言うと6行目の式この不等式が全ての x の値について成り立つということを私はさっき強調したんですが 本当は全ての X について成り立たなくてもいいんです。実は私たちが考えたいのは7行目、あるいは8行目のようなリミットでありますね。で、リミット X を α に近づけるというのは、X が α と異なるという条件を満たしながら、X を α に限りなく近づけるということでありますね。ということは、6行目の不等式も、X イコール α のごく近くで、しかし X イコール α は除いて、 成り立ってくれれば、それで良いっていうことですね。す、え、べ、ー、ての x の値に対して6行目の式が成り立つのではなく、α のごく近くで、ただし x イコール α は除いて、x イコール α で成り立ってもいいんですよ。でも成り立ってもいいんだけど、x イコール α では成り立たなくてもいい。ただ、x が α の近くでは、この不等式が常に成り立つ。この x イコール α の近く、 近くという表現を近くっていう表現ではいかにも通続的なので数学では「近傍というふうに言いますねまあ金っていうのは英語で「ネイバーフード」って言いますからまあ近所っていうのと同じ意味でありますがアルファの近所ではただしアルファを除く精密に言うとアルファを除くアルファの近傍において6の不等式が成り立ってくれてればよいということです具体的な例を例題でやってみましょう10行目の極限 これを考えなさいといとうです。x を限りなく0に近づけた時の極限というわけですが考えるべき関数は x×sinx 分の1最初の x はともかく sinx 分の1は x を限りなく0に近づけたとき、どういうふうに振る舞うでしょうか x をプラス0に近づけると x 分の1はプラス無限大に発散します x 分の1がプラス無限大に発散するということは sinx 分の1は x をプラス0に近づけると、プラス1とマイナス1の間をですね、限りなく激しく振動するわけですね。x をどんなに0に近づけても、プラスマイナス1の間ギューッとこう振動してる。どうしようもないわけです。x をマイナス0に近づけたときは、x 分の1がマイナス無限大に行きます。と、sin x 分の1も同じように、プラスマイナス1の間はガーッとこう振動するわけですね。したがって、sin x 分の1に関しては、 x を0に限りなく近づくときの極限。これは絶望的なわけです。しかしながら、今述べた原理を使えば、一瞬にしてこの極限値がわかる。すなわち、11行目。x×sinx 分の1の絶対値は x 以下である。でこれはどうしてかというと、左辺。これをですね、左辺を x の絶対値×絶対値 sinx 分の1で。こういうふうに絶対値を2つの積に分解して考えてやればいい。 a かける b の絶対値は絶対値 a る絶対値 B ってそういう性質ですねその性質を用いて、えー、書き直してやると sinx 分の1というのは当然のことながらマイナス1以上プラス1以下そういう値しか取らないわけですで言うまでもなく x=0 では定義されていませんが我々はどっちみち10行目のように x を0に近づける時の極限値を考えるわけですから x が0であるという場合は考える必要は全くないわけですね 言い換えれば、11行目の不等式。左辺は、えー、絶対値 X× 絶対値 sinX 分の1となりますから、sinX 分の1の絶対値が1以下だということを使うと、11行目の最初の不等式。すなわち、絶対値 X 以下。こういうふうに言えるということです。で、絶対値 X っていうのは、まあ、の数なりますね。ある数が、ある正のか、絶対値を取ったときに、ある正の数以下であると。例えば、A っていう数が、 絶対値 A がですね絶対値 A が3以下であるというのは A はどういうことかって A はマイナス3からプラス3の間マイナス3以上プラス3以下ということですねしたがって11行目の左側の不等式これを x × 3 x 分の1左辺の絶対値の中身について解くと11行目の右の不等式これを得ることができるわけですでここで この11行目の右側の不等式の左辺と右辺にある関数絶対チェックスあるいはマイナス絶対チェックスにおいて X を0に限りなく近づけるときの極限値を考えるとそれいずれも0です。ということは間のやつも0に行かざるを得ないということで13行目の結果が得られるということですね。この時に11行目の式が全ての X について成り立つということを仮定する必要はない。X が0でない。 ゼロに近い範囲で成り立ってくれてればいいということですね。実際結論的に言えば11行目の式はゼロを除くすべての実数について成り立つんですけれども、実際には、本当は X がゼロでない、えー、という条件の下で X の近傍それで成り立てばよいということです。そしてここで述べたことというのは、実は14行目以降、えー、小さな字で書いてあるように、y イコール x かける s i n X 分の1というのは、 この右下の図のように、y イコール x と y イコールマイナス -x こういう二直線の間をですね、動く、そういう曲線になるわけですが、x イコール0に近づくにつれて、y の値は限りなく激しく振動するわけです。限りなく激しく振動するんですが、我々の場合、x かける s i n x 分の1、x というのはかかっているために、 y イコールプラスマイナス x という二直線で挟まれてるんですね。挟まれてるために、いくら限りなく振動しても、いやおなくゼロに収束せざるを得ないということなんですね。 同じような趣旨で20行目の問いいをやってください、えー、不等式で挟むことを評価すするっていいう,うに言います評価は本来は数学で最も難しい考え方でありまして週には大学で学ぶことでありますけどもこのように簡単な評価に関しては高等学校の範囲でも扱われるし大学入試の難しい問題はほとんどこの主題から出されると言ってもいいくらい大切なところですね。 ところで私たちはテキスト6ページの5行目から8行目この重要な挟み打ちの性質というのを7行目のようにあるいは8行目のように X が有限確定の値 α に限りなく近づく場合のそういう極限値について論じましたけれども実は X がプラス無限大に発散するあるいは X がマイナス無限大に発散するという場合についてもこの性質は成り立つわけです。 すなわち7行目のリミットの下の x 矢印 α っていうのをですね、x 矢印無限大というふうに直したときには、8行目の x 矢印 α を x 矢印無限大とすればいいというわけですね。したがって、このページで述べた極限に関するこの挟み打ちの原理の性質、それは有限確定の値に 変数が収束するという場合の関数の極限だけではなく、X がプラスマイナス無限大のように限りなく大きくなる、限りなく小さくなる。でそういう場合の関数の極限に関しても同様に使うことができるのだということです。